まあ、ウインカーなんで、カッチンですかね。ちょっとハイフラ状態ですけどね。はい、レンドルポップでーす。はい、今日はですね、私、ここ最近ね、納車までの間、ずっとね、パーツを、買い漁ってるんですけども、今日ね、こちらの商品が届きました。ウィングミラーですね。まあ、20件の時からウィングミラーはずっと使ってまして、特にシルクブレイズのね、商品なんですけども、前回も20件の時は8年ぐらいですね、賞味使ってたんですけども、一粒の玉切れもなくずっとね、使えてたっていう耐久性の信頼がありますので、今回も迷わずね、シルクブレイズの商品を選択しました。で、今回あえて動画にね、した理由なんですけども、かなり進化しております。で、点灯パターンが今までですと、点滅でシーケンシャルっていうパターンがあったんですけども、シーケンシャルでもですね、3種類のね、流し方があるということなんで、それをちょっと動画でね、ご紹介したいかなと思います。あと、ミラーヒーターですね。ミラーヒーターが内蔵されておりますので、純正で、ミラーヒーターが内蔵されているグレードに関しては、そのままね、ヒーターも使用できるということなんで、これはかなりいいかなと思います。で、私としてはですね、ミラーヒーターが付いてないグレードですけども、今回こちらの方に機能が付いてますので、配線をね、なんとか引っ張って、取り付けする方法をね、今、探しておりますので、ぜひね、ミラーにヒーターを付けたい方、チャンネル登録していただいて、取り付け動画までお待ちいただければ、必ずね、ミラーが、ヒーターのね、グレードにミラーヒーターを付ける方法をね、お伝えできますので、ぜひチャンネル登録しておいてください。では、これをね、今から開封して、点灯チェックですね、して、まあ、光り方の違いをちょっと見ていきたいと思います。はい、ではですね、こちらの方開封していきたいと思います。こちらですね、まあ、ウィングミラーは本当にね、私、個人的にはおすすめなパーツですね。今回はね、13,600円ぐらいかな、14,000〜15,000円ぐらいはするんですけども、まあ、それでもね、まあ、結果的に車を降りるときですね、売却できました。前回もね、20件のときも売却できたんですけども、確か購入したのが12,000円ぐらいだったんですけども、売却は7,000円ぐらいで売れましたんで、まあ、それ考えるとね、かなりいい、リセールバリューがいいんじゃないですかね。車じゃないですけど。はい。では、商品のね、内容物なんですけども、ミラーがもちろん左右ですね。左右入ってますね。うまいね。で、あと、エレクトロタップがね、ご丁寧に入ってますね。ですね。で、あと、これですね。ちょっとまあ、今開けて分かったんですけども、多分、インナーミラーね、標準装備されてる車っていうのは、ミラーのところにですね、車が接近すると、ミラーのところにね、ま、近くに車いますよっていうようなマークが出るんですよね。で、これもね、しっかりこちらのミラーに移植できるようになってますので、その機能を損なうことがありませんね。で、あとはあれですね、エレクトロタップと、ギボシですかね、端子ですね、ギボシ端子がついてますね。こちらがあります。で、このギボシ端子はおそらくね、マイナス端子に接続しておくことによって、車検対策ですね、できますんで、おそらくそのためだと思います。これは用途は特にね、まあ説明書見てないんでわかんないですけども、ギボシがワンセットだけ入ってるってことは、まあ、多分マイナス端子につけてくださいっていうことだと思います。あと、こちらですね。こちらが、ミラーヒーターですね。ミラーヒーターの配線ですね。配線がついてますので、これをね、どこに接続するかによってですね、おそらくね、ドアのところまでは、ミラーヒーターの配線が来てると思いますので、それがどれか探して、ね、結局コネクタの方に、ミラー側に繋がってるコネクタの方に繋がってないので、これを繋げばいけるんじゃないかなと思ってますので、これ今ね、ちょっと今調べてますんで、これは、取り付けまでに、しっかり調べておきますので、お待ちください。ではね、こちら開封ね、していきたいと思います。こちらですね。まあ、これの特徴はまずね、パッと見でね、まず、ブルーレンズを使用してるっていうのが大きな特徴ですね。普通の、真っ白い鏡じゃなくて、ブルーレンズなんで、光のね、反射が、乱反射がないので、ブルーレンズはすごくね、高級感があっていいと思います。だと、まあ、今ちょっと保護フィルム貼ったままなんですけど、こうですね、シルクブレーズのロゴが入ってますね。で、あと、裏見るとですね、ここにね、先ほどの、車が近づいてきた時に出るマークのね、フィルムみたいなところを入れるところがありますので、ここにね、純正のやつを入れていただければ OK ですね。はめるだけですね。で、ここにね、端子の接続部分、これですね、ありますけども、これが要は、こちらの、ヒーターですね。ヒーターの配線を接続していただければ OK という流れですね。
だからこれね、今私の今回ね、購入したタイプゴールドにはミラーにヒーターが付いてないので、ここにね、配線しただけでは、ヒーターが付きません。車両側からの配線をね、接続しないといけないので、それをね、しっかり取り付け動画の方でね、やっていきますのでね、ちょっとそれはご期待しておいてください。で、あと配線ですね。配線が今回4種類の光り方ということなんで、5種類の配線がありますね。まず、黄色、白、赤、青ですね。で、黒がアースだと思います。で、これ接続する先によって、点滅の点灯の仕方っていうのが変わるそうなんで、これをちょっと今からね、どんな感じになるかやってみたいと思います。では、こちらにですね、ちょっとおいでね。で、あとは、キャンプスターターですね。いつも通り。この前、バチバチ火花散ったんですけども、あれは完全にね、私のいろんな声もね、お叱りの声もありましたけども、要はこれ、端子ですね、このジャンプスターターの端子が、同士が当たってしまってたっていうことで、配線がどうのこうのっていう問題ではなかったですね。はい、ではですね、まず順番にね、端から、黄色ですね、黄色の付き替え方見てみたいと思います。こうですね、まあ、ウインカーなんで、カッチンとかね、ちょっとハイブラ状態ですけどね。見えますかね、はい、ちょっと早いですけど、内側から外側に流れる感じですね。で、次ね、白線で行ってみますと、こちらが、内側から外側ですね。こういう感じですね。これもいいですね。こうですね。で、赤線ですね。赤線は、中から外に流れる感じですね。これが前からある感じですかね。ですね。はい。皆さんどれがいいですか？私は、これはちょっと違うかなと思いますね。まあちょっとハイフラー状態でこれはね、気にしなくていいと思うんですけど、これはちょっと違うかなって感じですね。迷いますね。迷いますね。ちょっとやりにくいですけど、これとこれか、これは結構迷いますね。で、これがあれですね、普通の従来のやつですね。青線が点滅ですね。ただの点滅、これが今まで通りですね。要は赤白黄で、接続すると全部シーケンシャルタイプになるんですけども、流れ方が違いますね。こういう4種類ですね。はい。4種類ね、流し方があるということなんで、これはね、気分に応じていいかなと思います。本当にね。で、あとは、使わない配線は、しっかりね、防水処理してミラーの中で収納するということになりますんで、まあ、本当に取り付け自体はね、多分、20系で言うと、黒は、まあ、本当にね、アース取っていただいて、で、おそらくミラーヒーターのアースも同じね、マイナス線で取ってもらっても全然問題ないと思いますので、ウインカーの中にね、ピンクの線が必ずあると思います。今回も。もうトヨタはね、基本的にミラー内のピンク線は今までいろんなエスティマとかボクシーとかノアとかいろんな車触ってきましたけど、ウインカー線全部ピンクなんですよね。だから多分30件もピンクだと思いますんで、ピンクにね、こちらのエレクトロタップですね。で、配線分岐して、で、あとは、ウインカー線のマイナス線に、こちらのウインカーの LED の線とヒーターの線マイナスを接続して、でプラス線ですね、ヒーターのプラス線をミラーの中に通して、ドアの内張りの方に中に入れていく感じですね。そちらの方のね、動画の方を、まあ、次回というか、取り付け動画の時にねやっていきたいと思いますので、ぜひねお楽しみにしておいてください。はい、ということでですね、ウィングミラーの点灯チェックを行ったんですけども、まあ3種類のね、流し方ありましたけども、ちょっと迷うところですね。これはもう完全に皆さんの好みになると思うんですけども、無難に外から、内側から外側のやつかなーっていう感じなんですけども、こう、上下に広がるやつもいいなーっていうふうにね、思うんですけども、これはもう取り付けした時の気分かなと思いますので、これはもう本当にね、個人個人の好みになってくるかなと思います。で、
ミラーのヒーターですね、こちらの方ミラーのヒーターが内蔵されているっていうことが今回ね、一番にお伝えしたかったっていうことと、で、ミラーヒーターが付いてないグレードでも取り付け動画の時にはきっちりね、配線を探して、ミラーヒーターを活かす方法ですね。まあ、ミラーヒーターが、グレードがないのにミラーヒーターが付けれるってことは、せっかくねある機能なので使いたいと思いますので、そちらの方もねしっかりお伝えしていきますので、再度言いますけども、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今回の動画ですね、参考になったと思われた方は高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、当チャンネルですね、メンバーシップですね、メンバーさんの募集をしております。メンバーさんになっていただくとですね、メンバー限定のライブですね、最近よくやってるのは編集中の風景を撮影しながら、チャットで私会話しながらね、おしゃべりしながら編集するというのを最近やってますので、そういったね、まあ普段表では見せない姿とか、裏側ですね、編集の裏側とか、そういったものをライブの限定でね、公開してますので、まあ190円から入れますのでね、気軽に入れますし、気軽に大会もできますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。はい、あとツイッターですね、私動画更新の時とか、急に気分がライブをしたくなった時にいきなりライブを始めたりしますので、そういった場合はツイッターをね、活用して皆さんに告知して、ライブに参加していただいたりとかしてますので、まあ、動画更新の時であるとか、ライブのゲリラ公開であるとかで、まあ、プライベートなツイートですね、たまにしますので、そういった意味も含めて、ツイッターされている方はぜひね、私のフォローもよろしくお願いいたします。はい、こちらの動画ですね、最新の動画となっております。こちらの動画、おすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。納車までが長い。